はい、こんにちは、バクです。ペルソナ2罪、続きをやっていきましょう。ちょっとね、久しぶりのプレイなんですけれども、続きをね、やっていきたいんですが、次はカタツムリ山に向かっていけばいいんでしたっけ。これこのまま行けるのかな。あ、こうなってるんだ。カタツムリ山タウンマップ、カタツムリ山入り口。まあいいか、綺麗な景色を見たくて今日も山登り、はいほーん、よーってな感じでね、突然武器を持った兵隊たちが山を登ってきて、私命からがら下山してきたのよ。もうせっかくハイキング楽しんでたのに、何なのよあいつら。ここにもラストバタリオンが出る。まあ、仮面党員だこの人は。ジョーカー様はこの上にいらっしゃるのか。山頂から銃声や発砲、ん？砲声が聞こえてくる。まだこの上では戦闘が続いているんだ。しかし、山道には奴らがいて、これ以上は進めん。ケーブルカーもすでに占拠されている。どうすればいいんだ？え？ケーブルカー、ブレイ駅？どっちから行けばいいんだ？ケーブルカー。なんだよ、ここにもラストバタリオンがいるぜ。このケーブルカーが使えりゃ、頂上まであっという間なのにな。使えないの？使えないのか。じゃあやっぱりこっちから登っていくしかないのか、歩いて。あ、ラストバタリオン初めて出てきたね。いや本当に軍隊っぽい、一昔前の軍隊っぽいですね。近づきゃ問答無用って感じだな。道はあの正面とこっちの参道か。どうするよ、俺はどっちでも構わねえぜ。え？グズグズしてる暇はないんだ。正面から行くよ。正面突破。確かに、正面から行けば距離は近いだろうけど、あの様子じゃ楽にも進めないだろうね。少し遠回りにはなっても、こっちから迂回していった方が結果的に早いかもしれない。どうしよう、達也。どうしよう。ああ、選ぶの？一長一短だよね。正面突破は早いけど、多分バトルが多いのかな。迂回するとバトルは少ないけど遠いのかな。いや、正面突破でしょ、ここは。よし。いや、相手は銃を持ってるぞ。どけー。本当に戦っていくんだね。ラストバタリオンと初戦闘ですね。どんな感じかな。別にペルソナ使いっていうわけじゃないんだけど、普通にね、兵隊さんだからな。不安だな。結構ペルソナも付け替えているんだっけ。どうなんだっけ。マハガルーラ。あ、ちょっと雑魚キャラを一掃していきたいですね。あ、エロスカイ、マグナス。ちょっと待って、全然スキルがねえじゃん。旋回速弾。何が効くのか分かんない。とりあえずね、一通り強そうな武器、攻撃をね、やっていきましょう。手前にいるのがコマンダント。スツレムゾルダート。あ、ドイツ語だよね。ドイツ語っぽい。やっていきましょう。マハガルーラ。タツヤはね、速度が速いな。かつ圧倒的にね、HP が低いんだよな、こうしてみると。トリプルダウン。めっちゃ撃たれるやん。突撃。いや、待って、マーヤさんが狙われている。マグナス。エロスカイのランクが2になった。何か覚えたかな？新しいスキル覚えてほしいな。まあ、並行してね、新女神転生3もプレイしているんで。結構勝手が違いますね、やっぱりね。アクエス。ペルソナはね、やっぱりキャラクターが多いですよね。キャラクター、登場キャラクターが。仲間がね、人間、仲間が人間っていうのがね、徹底的に違う。おっと。乱射しているけど、これ仲間だけか。突撃。いや、なかなかしぶといな。いや、タルカジャとか欲しいな。こいつら強くない？ちょっとどっちかを先に片付けていくべきだと思うんだけどな。ディアラマが使えるようになった。来い。倒した。
雑魚を蹴散らしましたよ。あ、逃走？お前逃げんのかよ。レベルは上がらないか。レベル33ね、達也が。こんな感じで進んでいくのか。待って、回復回復。回復させてください。突破は火力の集中と速度が肝心よ。5人しかいないけど、何でもいいから急ぐの。私、藤井さんのお供で何度か来てたんだ。和尚さんと禅問答したり、夜空の星を撮影したり、大事な場所だったのに。畜生、本気で私を殺せたね。ラストバタリオンだか何だか知らないけど、アツシ、これジュン、アツシ、どっちかな、ジュン、ジュン君、ジュンを助ける邪魔はさせるもんか。あいつより先にジュンを見つけなきゃ。こうしちゃいらんねえ。姉さんの知り合いも心配だし、あええとこジュンのやつ止めねえと。とか、もうみんなね、記憶、待て、ここ、豪傑寺って言うんだ。豪傑寺。向かっていきましょう。こんな感じ？なんかアイテムが落ちてたりはしないのかな？正面突破。いや、普通に敵出てくるんですね。エンカウントするんだな。あ、兵隊。ちょっと待って、こいつら。こいつら首がぐるんぐるん回ってるけど。どうなってるんだ、こいつらの首。人間じゃねえのか。どうしようかな。ちょっと SP がもったいねえんだよな。全体スキルが欲しいな。旋回速弾でもいいよね。十分なダメージだと思う。いや、めっちゃ撃たれてるけど。ハチの巣にされている。待て、なんだそれ、チェーンソーまで持ってんの。突撃。チェーンソー振りかぶってくるな。痛いな、攻撃が。あとは殴っていけばいい。あ、名前違う。マシーネンゾルダート。マシーネンゾルダート。全然ピンとこねえや。ドイツ語わかんないわ。こっちはね、ギターケースにマシンガン押し込んでるんじゃん。いや、待って、これ、毎回、毎戦闘ごとにね、回復していかないとしんどいな。ちょっと、ペルソナが心もとないかな。どうでしょう。とにかく、まっすぐ行けばいいのか。道なりに行けばいいんだろうか。楽には死ねない。久しぶりに見たな。仮面闘員もいるんだな、ここな。まあちょっとね、長くなるようであれば、途中のね、道中はカットしていきたいと思うんだけれども、こんな感じなんじゃないか。このカタツムリ山。仮面闘がいっぱい出てきたな。仮面闘はね、属性があるからやりづらいんだよな。カタツムリ山、石段。石段登って、どんどん上に登っていっているのかな。SP の消費が激しいんだけど、新しいペルソナをつけているミッシェルと銀行。ガンガンなくなってくぜ、SP が。まあ、レベル上がればね、全回復だよね、確か。全くね、レベル上げ的なことをしていないんだけど、大丈夫かな。ペルソナ2の雄たけびは全然効果が違うんだな。どうしようかな。全体攻撃がしたいんだよな、グループじゃなくて。その点ね、マハ系の魔法がすごい使いづらいんだよな。敵全体に、戦技属性、これやっとこうかな。アバタキ。どんぐらい？大したダメージじゃないな。ブロック？効かないの？敵のスピードが速いんだよな。敵のスピードが速いというか、雪乃さん、ミッシル、マヤさんのね、速度が低いのか。避けられてるな、あのスライムみたいなやつに。間違えちゃった。通常攻撃音だわ。倒したからいいや。雪乃さんのレベルが上がりました。いいわね、行くわよ。そう、また仮面刀かよ。この仮面刀の、この仮面刀のアソートがすんごく厄介なんだよな。あれ、マグナス効くんだっけ？効かないんじゃなかったっけ？効かないんだよね。マハガルで終わるか。今の SP もったいなかったな。ちょっと銀行の SP がなくなる。
レベル上がるかな。まだ上がんないな。インコの SP が枯れる。回復はしなくていいかな。とにかくね、北側に向かって進んでいってるんだけど、北じゃないんじゃない？西の方に頂上があったよね。あ、なんだこいつら。なんかまた一風変わった。エネミーが出てきたぞ。誰ですか、あなたたちは。ザエボス。ワニュード。なんか、和洋、和風、洋風の悪魔が一緒に出てくるんですね。知るて、敵が強いんだよな。レベルも足りないかな。レベル上げをした方が良いのかな、もしかして。しんどくない？これ結構しんどくないですか。ちょっとどこかでレベル上げをした方がいい気がする。やべえぞこいつら。やっと死んだわ一体。マヤさんが回復持ってるんだけど、一番最後なんだよな。これ、大丈夫かな？回復持ちもやっぱりね、速度が欲しいよな。オッケー。ちょっと銀庫の SP を回復しよう。あと1080でしょ？あー、もう一戦すれば上がるのかな？もう一戦耐えよう。ほんで、次のエリア。同じところをぐるぐる回ってるわけじゃないんだよね。待って、ポズムディって誰か持ってるんだっけ？ないな。ディスポイズン。違うな。このシリーズはディスポイズンじゃなくなったのか。ペルソナ1はディスポイズンだったよね。2から解毒剤に変わったんだよな。まじけないよね。解毒剤とか。待って、これ本当に前に進んでるのか不安になってくるな。カタツムリ山。正面突破の方が近いんじゃないの？これ脇道に行ったらもっと長い険しい道のりがあったんですかね。だけどその分敵が出ないとかだったのかな？わかんないな。今どれだけマップを行き来しているのかもうわかんないけど、結構進んでると思うんだけどな。終わりが見えないんだよね。タツヤのレベルが上がりました。どうしようかな。何を上げる？体力とか上げといた方がいいと思うんだけど、どう思いますか？体力上げた方がいいよね。今まで何上げたんだっけ？技か。技を上げてたんだよね。技を上げると SP が増える。体力を上げると、まあ、HP なんちょっと体力上げてこう。たまにはね。ね、さすがに最大 HP がね、心もとなくなってきたんだよね。他のメンバーと比べて。まだまだ続くのか？これどこまで行くんだ？いっぱい来たー。まずね、なんだ、ニュニュニュ、人間なにゅ、お話ししてみたいにゅ。どうだにゅ、人間に聞いてみたいことがあったにゅ。聞いてもいいかにゅ、聞いてみるにゅにゅ。チョゴス、どう思ってるんだにゅ。どうしようかな。強そう。にょ、本当かにゃ、嬉しいにゃにゃ。一体殺してみよう。オーケーベビー、この曲を君にフォーユー、ラブガスチェンバー。これなんか前にも見たな。でもベビー、そう？ダメだ、ビョビョビョ、つまらないにゃ。こんなに気分悪いのは初めてだにゃ。僕、もう溶けちゃいそうだにゃにゃ。僕が溶けたらどうなるか知ってるかにゃ？どうなるの？ぐちゃ、実は僕も知らないのにゃ。なんなんだよ、かわいいかよ。場を仕切る。ダメかな、ミシェルとは相性悪いかな。おもん、悪魔武勢が生きがってんじゃねえ。このミッシェル様の目ん玉くらいうちは、てめえらの好きにはさせねえぜ。あ、興味が上がった。ビョビョビョ、文句あるかにゃ？バオスキルで興味が上がったね。ミッシェル様に話してみな。このミッシェル様に話してみな。あれ待って、怒りが溜まっちったよ。なんだよなんだよこの茶番はよ。あ、これはついたんじゃないか。カタツムリ山豪傑寺。
到着したぞ。なんだ小坊主。あわわわわ、もうダメです。カーツ、腹痛不眠不当、我が伝え師豪傑流古武術、夢夢飛び道具謎に引き渡らん、戦え。武闘派の住職、オッケー。敵地の声、あ、戦うのね。戦う準備できてないんだけど。マジか、いっぱいいるな。これまたどうせ後ろのやつは逃げるんじゃないかな。私は急いでるんだ、死にたいやつからかかってきな。かっこいいな、一気のさん。てめえら、この姉さんは一味違うぜ。これ姉さんって呼ぶのか、姉さんじゃなくて。やってこう。多分ね、周りのこのシツレムゾベダートをね、蹴散らせば後ろのやつはね、多分逃げていくんではないかと思う。敵の方が素早さ全体的に高いよな。トリプルダウン、避けられたぞ。取り倒した。乱射いて。達也はな、重属性に弱いんじゃないの。いてえな、乱射ばっかしてんじゃねえよ。まずい、ちょっと一回回復挟んだ方がいいな。あらちょっと念のためね、メディラもまいとこう。一気に消えたわ。はい、ちょっと待って、通常攻撃になってる。ちょっと待ってくれ、話、あぶねあぶね、なんで通常攻撃、通常攻撃じゃないんだよ。いや、ディアラマだな、ここで。ディアラマやっとかないとまずい。見て、アギラ。これ倒していく感じか？もう逃げないのか、お前は。逃げてもいいんだけど。逃げてもらっても構わないんだが。全然魔法効かないよ。こんなもん。あ、いや、ていうかね、あれだね。合体スキルが全然出てないんだ。何か物足りないと思ったら合体技が出てないんだよね。和尚さん、あの、俊介さんはどこに？俊介くんなら、あの兵隊たちが空から降りてくるのを見て、頂上へ向かったわ。住職、藤井と雪乃が時々世話になっていた住職。ああ、顔見知りなんですね。優しさと厳しさを合わせ持つ、博識な老人。実は古流武術の使い手らしい。豪傑寺一族なんじゃないのか。こんな時までカメラマン根性出さなくたっていいじゃないか。どうして止めてくれなかったんですか。では、お前さんなら止められたかな。すみません。待って、よく見たらね、この周りに立ってる、この灯籠と、なんだこれ、なんて言うんですか。この武術の稽古で使う木の棒、クンフーとか、なんか少林寺的なものがね、いっぱいありますね。夢を求める強者を止める権利など誰も持っておらんのだ。夢は人を豊かにもすれば、その身を滅ぼすこともある。まっこと人間は業の深い生き物よ。何を言い出してるんだ。俊介くんからお前に渡してほしいと預かっていたものがある。何？そのライカは俊介さんの宝物の。俊介くんが亡くなったお父さんから受け継いだものだ。彼はいつも言っておった。いつかお前さんが心からカメラマンを目指す日が来たなら、それを託したいとな。人の思いというものは何代も何代もそうやって受け継がれていくもの。もしお前さんが自分にはそれを受け継ぐ資格がないと思うなら、自分の手で彼に返しに行きなさい。ありがとうございました。とってもためになりました。和尚様、空が。なんじゃ、今度はなんじゃ。流れ星？それとも空襲？何が降り注いでるの？流れ星かな？流れ星だね、さすがにね。こんなにミサイルが降り注いだらまずいよね。
あれは噂の獅子座流星群か。まるで獅子の方向のごとき様よ。かような時期にありえぬ星が降る。何やら不吉な。獅子の方向はあまねく響く。グランドクロスが始まるまでもう時間がないわ。カラコルはきっと頂上ね。急ぎましょう。なんかカラコルっていうところを目指していたのか。夢のためなら自分の身の危険も顧みず、どこへでも向かっていく。男のロマンだね。でもよ、残される方の気持ちっていうのも考えてあげなきゃダメなんだよな。すまないね、スオ。取り乱したとこ見せちまって。俊介さん、どうか無事で。次のマイヤーの託戦は、確か、冥府に輝くは、5つ、5なるドクロ。どんどん成就に近づいてってるね。ジュンは本当に世界を滅ぼすつもりなのかな。どうしてジョーカーになんかなっちゃったの。達也、私、わかんないよ。獅子座流星群は太陽をめぐる尻の帯と地球の軌道が重なり、ちょうど獅子座の方向より降り注ぐよう見えるため、そう呼ばれておる天体現象だ。だがその時期は決まっており、決して今の時期にこれほどの流星が見えるはずがないのだ。怪を語れば怪至る。怪って読むのかな？あやかし？違うよね。怪を語れば怪至る。人の噂が、かような怪を招いたか。噂の力なのか、それも。天体にまで影響するの？噂の力が。達也くん、純くんのために、私がしてあげられることって何なのかな？もう誰も私のために苦しませたりしたくない。この小坊主がいっぱいいるんだな。雪乃さんがあんなに怖い。いや、強い人とは知らなかった。藤井さんと一緒の時はおしとやかなのに。そうなんだ。そうなんだ。そんな雪乃さん見たことないぞ。君の髪型かっこいいね。メッティカットって言うんだ。真似したいけど無理だね。僕坊主だし。髪の毛がね。髪の毛がないもんな。豪傑寺の究極奥義。豪傑寺牧人権を習得することを夢見て、僕たち毎日厳しい修行に励んでるんす。やっぱこれ、そうだよね。これ牧人っていうの？これなんて言うんですかね。クンフー、バキで見たことがあるよね。あわわわわ。兵隊の次は星が降ってくるなんて、足が震えて動けないです。こんなところかな？他誰もいない？あ、待って、回復しとこの回復。ちょっとね、この後、また戦いがあるんじゃないの。不安だわ。でも新しいペルソナはね、松陰 SP。SP の燃費が非常に悪いよな。和尚様は五流武術の達人なのです。68となられた今も、日々鍛錬を怠らず、山人を駆け回っておられますよ。その身のこなしたるや、マシラのごとし。お嬢様は妖怪の類と勘違いしたハイカーがいるほどです。どこに行けばいいの？わかんない。ここはもう出ていいのかな？あれ？これはネモフィラ？ネモフィラ？日本の花？マヤさん、どうかしたのかい？早く山頂へ行かないと。ネモフィラ？これ、ジュン君が持ってた花。何かな？何の花だろう？どこに行けばいいの？山頂ってどこにあるのよ？縦看板。北が豪傑寺で、西が山頂方面か。あ、じゃあそっち側ね。こっち側に山頂があるらしい。まだ先を進んでいくのか、これ。山頂遠そうだな。じゃあね、一旦ね、この辺で、今回は終わりにしたいと思います。ちょっとね、このカタツムリ山、果てしないので、多分ね、次のパートでまたクリアはしていけるんではないかと思うんだけれども、どうかな。今ね、だいたい50分、50分録画をしているんだけれども、途中をね、カットして、なんとか20分ぐらいのね、動画に編集できたらと思います。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。